オフィスって何って、まあ、もちろんそんなに見てとかいろんな価値はあると思うんですよ、うん、そんななんかこうでっかいタワービルとかに入る価値って何、うん、っていう。なのでじゃあ人がどこに行くかっていう話、うん、以前にそのまあまあ大都市ってこう需要があるニューヨークみたいにね魅力のある街だったら、うん、まあ働かなくても住宅にしたら住みたい人といるからまあ需要がまた戻ってくるとかってこう需要と供給のこう抜き先をちょっと変えるだけでなんか修正効くんですけど、うんうん、アメリカって言ってもね市とか四大都市だけじゃないんで、うんうんうん、でセントルイスっていうミズーリ州の街かな、うん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 、ですごいニュースがあるんですけど、はい、うん、これ多分記事で紹介したと思うんですけど、そしてあの、はい、うん、そうセントルイスのダウンタウンのあの、はい、まあビルなんですけど、商業ビルなんですけど、はい、うんうん、その2006年で205ミリオン、まあ日本円今の円安だなんですけど、まあ300億円とかそんな感じですよね。うんうんうん、はい、うん、のビルなんですよね。もともとそれが、はい、うん、もともとそれがもうここ、うん1ヶ月でそれが売却されて、いくらで売れたかっていうと、3.6 ミリオンなんですよ。え、なんか、元値の 1% ちょいとか 2% ぐらいってこと?2% もいかないみたいな。うん、これあの、なんか、六本木ヒルズじゃないけど、うん、六本木と港区にある、めっちゃ、うん、なんだ、5億円する円買える人はもうこのビル1個買えちゃうっていう。そうだね。ある種なんか誰でも買えちゃうみたいなビルにまで値段が相当大暴落してしまっている、うん、これあれなんですね、アメリカ国内において、2番目に高いビルなのかな、違う、 AT&なんとかビルですよね、ちょっと待ってね、うんうんうん、どっかで調べたんだよな、まあ高そうなビルですよねこれは、うん、まあいいや、うん、いやこれね、そうなんかニュース見たところによると僕もちょっと分かんないですけど、アメリカ国内でも相当なんか有数の高いビルというか背の高いビルというか、まあ、有名なビルの一つが、うん、こんな値段で売りさばかれてしまったってことのショッキングさ、うん、だからさっきクリスが言ってくれたように日本国内に置き換えるならばなんかミッドタウンが元値の 2% で売りさばかれてしまってましたみたいな、そういう感覚なんでしょうね。うん。うん、でもこれなんでそのね、さっきの話までだと、まあ、サンフランシスコとかロサンゼルスの話でしたけど、またミズーリ州っていうのはね、また別な州だと思うんですけど、これだから、よりなんかユニークさがなんかなくされたというか、ま、なんか一般化されるようなニュースですよね。その、なんか ビルの存在価値というか、オフィス環境の。オフィスビルの存在価値みたいなところがやっぱり下がってるっていうのは、うん、うん、だからまあまあここまでちょっといろんなビルの価値が下がったよっていうニュースを紹介すると、なんか状況が結構やばいなっていうのがなんとなくわかりますよね、うんうん、ので、うんうんうん、価値のないところには人が行かないところに価値がないビルがあって、うん、はい、価値がないぐらいの値段で売られて、でその価値を作ろうと、うん、その新しいデベロッパーがなんか何かしら頑張ってやるわけですよね。うん、需要を作るみたいな。で需要を作れば人が来るんだろうかっていう。はい、うんうん、じゃあ僕たちが問うべきところっていうのは、これって日本は都心とか東京ではそういう問題はしっかりしたデベロッパーさんとか人口がいるから問題なさそうなんですけど、うんうん、ちょっと日本っていう国はちょっと失礼かもしれないですけど、一つの州だとしたら、うん、うん、うん、過疎化が起きてる仙、わかんない仙台じゃないですけど、その地方の、うん、と、なんだろうな、ちょっと市、うん、ちょっとした市、はい、とかも、人が減って過疎化するっていう、うん、で、そのビルとかも多分、何かしらこう、同じような状況が、こう、スモールスケールでこう、うん、少しずつこう、うん、ドライアウトしてるんじゃないかなっていう。で、福岡、東京とか、潤ってるときしては札幌とか、うん、潤ってるときにはこう、行くんですけども、そうじゃない都市の、うん、なんかちょっとしたビルは、ちょっと似たような感覚で、うんうん、違う理由で、少子化っていう理由と、うん、まあそういう理由でこう、うん、なんだ、バリューが下がってる。アメリカの場合は、そういうわけでもないんですけど、うん、需要と供給のそのニーズのバランスがちょっと、メスアップっていうか、うん、なんで、じゃあここでデジタルとして問うべき、気になるところは、うん、じゃあわかりましたと。う
じゃあそのオフィスってなんで必要なの、特にこの、うん、デジタル DX と言われてる僕らのこの、うん、なんだろう、うんうん、番組の感覚としていろいろディスカッションさせていただくと、うんうんうん、そう、もうオフィスって何ってなんか必要、うん、っていう、うん、そう、まあ、もちろん必要な理由としては人と会ったりとか、ね、ミーティングしてとか、ね、いろんな価値はあると思うんですよ。うん、うんうん、そんななんかこうでっかいタワービルとかに入る価値って何、うん、っていう、うんうん、そうね、オフィスが本当にいるかいらないかっていう議論と、まあすごく業しい立派な豪華なビルのなんかワンフロアを貸し切ったっていうような感じの、ね、うん、ラグジュアリーなオフィスがいらないだけだって、ね、うん、あの旧来のスタートアップとか、まあ、今もそうだけどスタートアップが入るような、うん、なんかとりあえずその一緒にみんなで、ね、あの机並べて働ける場所みたいなところあった方がいいよねと、うん、一緒に空間を過ごすことの価値は別に下がってるとは思わないし、むしろそのコロナを通じて、うん、まあ、リモートワークが増え、で一緒に空間を共にしないことによって、まあ、渇望してたような時間がアフターコロナでだいぶ取り戻せるところで、あ、リモートでこういうの失ってたよねみたいなところに対する再評価とかコミュニティイベントとかね、うん、なんかそういう再度またあの増えていくような、そういう流れの中で、うん、なんか意図しないコミュニケーションのところから培われる人間性みたいなところへのバリューみたいなところはやっぱあるから、オフィスがいらないっていう論調にはきっとならないんだろうなと思うけれども、うん、一方で、ね、さっきあったようなセントルイスのでっかいタワーまではいらないよねみたいな感覚は賛成する。うん。うん、で、まあ、クリスがさっき話してくれたような過疎地域のビルみたいなところで言うと、そんな地域にはまずもってセントルイスのこのでっかいタワーみたいなものは僕の知る限り日本国内にはないから。うん、例えば関東近県で言うと、あの秩父って埼玉県の奥にあるじゃないですか、うん、あそこってなんか西武鉄道とかあのラビューとかって特急で、うん、なんか週末遊びに行くなんかちょっとあの恋仲としてはなんかすごく魅力的な PR もされてて、うん、行くと温泉とか、うん、あのかき氷とか美味しいものもあったりとかして、うんうん、だけど聞くところによると2050年くらいにはもう町として存続が本当に危ぶまれている、そういうポテンシャルのあるエリアなんだという、なんかそういうなんか調査とかもあるらしくて、うん、うん、だから別に秩父にそういうデカデカしいなんかビルがあるわけじゃないけれども、町としての過疎化みたいなのが進んでるみたいなところは、まあ、場所によってはあるのはそうだけれども、うん、まあ、デジタルとして問うべきは何かっていう話、さっきクリス言ってくれたように、まあ、うん、オフィスで働くっていうことのその、うん、関わり方、うん、別に毎日行く必要もないし、うん、でも全く行かなくなるとそれは不都合だし、じゃあそれってどこにオフィスを構えるべきか、どういう規模のとか、あとは会社としてどこか、なんか東京近県であれば新宿に持ってます、オフィスを、ではなく、本社機能は、うん、あの、うん、登記している場所は新宿だけれども、社員は関東近県に至るところに住んでいて、で関東近県に5個10個ほどなんかスモールオフィスみたいなものを、うん、他の会社と一緒に借りていて、でなんかチームごとに都合のいい場所で、うん、クリスと僕と、もう一人誰々3人が今度ちょっとあのオフラインフェイストゥフェイスで会うよって時は、じゃあ3人の都合のいいこの中間のこのオフィスにしようとか、うん、そういう相方とかすごく合理的だなと思うけれども、なんか都市部のデカデカしいところにわざわざね、うん、朝の決まった時間に行って夕方も決まった時間に帰って、でその間にすごい負担強いながら、うん、通勤列車を乗って帰ってきて、で体力消耗しながら帰ってきたら家のことがまたあってみたいな、うん、なんかそういうなんか息苦しさみたい、息苦しさとか、うん、あの、うん、疲れをなんか抱えながらわざわざ移動して待てってことの必要性って、やっぱりこれまでと変わってくると、それに応えていくオフィスのあり方っていうのもまあ変わってくるだろうなって感覚するから、うん、そういうこと考えると、うん、都市部のデカデカしいビルを建てるみたいなところ、うん、そこになんか資金需要みたいなところが巡りづらくなるっていう、そういうシナリオはなんか個人的には全然、うん、なんか納得いくなと思うんですけど、うん、まあでもね、一方で築地の跡地の再開発みたいなところのプランニングも、うん、また決まっていったりとか、東京都心部の再開発とかもまたね、虎ノ門の次、麻布十番の次、次はどこかみたいなところで、また築地が注目されているとか、だからそういう再開発のネタは尽きないんですけどね。うん。うん、まあ、そういう、なんだろう、
うん、大々的にやってるところがそれほどなんか魅力的なワークスペースになりうるのかっていうところには、やっぱ引き続き僕もちょっと疑問は持つなっていう感じはしますね。うん、そのやっぱスペースの需要供給の中でな、うん、どうあるべきかっていう、その需要を作ることで人を呼ぶことって、うんうん、そのホワイトカラージョブに対して求めるとあんまりこうホームラン打てそうなさそうなんだよね。うんうんうん、うん、オンラインで働きながらも週に1回か2回かインパーソンでオフィスに行く、通えない人まで出てきてしまった今、うん、ハイブリッドっていう選択肢は取れなくなって、それは会社にとってちょっと不都合だねってなって、うん